プラットホイット 2ER-4360 ワスプメジャープラットホイット 2ER-4360 ワスプメジャー R-4360 ワスプメジャーは第二次世界大戦中に設計、製造された航空機用空冷製型レシプロエンジンである。ワスプメジャーはプラットホイット2のワスプシリーズの最終機種であり、 同社のピストンエンジン技術の最高峰であった。しかし、このエンジンを積んだ飛行機が実戦に投入される前に戦争は終わっていた。とはいえ、最後の世代となる大型レシプロエンジン機の動力源となったことは事実である。その後は、ジェットエンジンとターボプロップエンジンがレシプロエンジンにとって変わることとなった。ワスプメジャーは、 星型の7気筒エンジンを4気直列につなぎ合わせた、よえ、星型28気筒エンジンであり、写真からもわかるように、シリンダーの角度を、角列で少しずつずらし、緩やかな螺旋を描くようになっており、後列の冷却の助けとしている。プロペラブレードの先端が非効率的な超音速に達しないように、減速機のギア比は0.375、1に設定された。一方、 スーパーチャージャーのギア比は6.3741に設定され、これにより火球が行われた。飛行中の信頼性は高いものの、整備が大変なエンジンでもあった。指導方法を誤ると56個すべての点火プラグが汚れてしまい、こうなると清掃、または交換にかなりの時間を要することとなった。同じ時代のほとんどの航空用ピストンエンジンと同じように、 ワスプメジャーが商用として利用される時のオーバーホール間隔はおよそ600時間であった。総排気量は4 3 6 2 5レイン3であり、これがモデル番号となった。最初のモデルは 3000HP を達成したが、最終的なモデルはスーパーチャージャーに加えて2台の大きなターボチャージャーを搭載し、4300HP を達成した。重量は3。 482から3、870、ポンドとかなり重かったが、1.11HP、ポンドのパワーウェイトレシオを実現しており、これに匹敵するレシプロエンジンは少ない。派生型の R-2180 は、R-4360 を半分に切ったものである。7本ずつのシリンダーを2列搭載し、第二次世界大戦後の旅客機である。 サーブ90スカンディアに搭載された。プラットホイット 2R-4360 は、ボーイング B-29 スーパーフォートレスの新しい動力を目指していた。しかし、ワスプメジャーを搭載したスーパーフォートレスは、結局 B-50 と呼ばれることとなった。ワスプメジャーは、コンベア B-36 や、他の多くの航空機に搭載された。 フランスアメリカ合衆国ワスプメジャーは蒸気以外の派生系を含めて1944年から1955年の間に計18,679機が製造された。ありがとうございます。